スティーブン・デランシーと妻のアンバン・コートランド・スティーブン・デランシーはニューヨーク植民地の主要人物。彼の子供はアメリカ合衆国の独立まで大きな影響力を振るい続けた。デランシー家の紋章1663年10月24日、フランスのカーンでジャック・ド・ランシーとマルグリット・ベルトランの一人息子エティエンヌ・ド・ランシーとして生まれた。ド・ランシー家はフランスの小貴族で、 ユグノー信仰にもかかわらず、200年以上も行政官や官僚などを務めた。ジャック・ドランシーは、ラバル社者及び、ヌビオン支社ギード・ドランシーの子孫で、その息子ジャンが1436年に後を継ぎ、息子もまたジャンである。ジャンの息子シャルルは2度結婚した。2度目の結婚で、マリード・ドビリエと結婚し、2人の息子を設けた。第5代。 ラバル子爵クシャルルとラレイ領主クリストフである。シャルルはブロー領主フルシーブランシュの娘、イザボー・ブランシュと1534年4月15日に結婚した。3人の息子がいた。シャルル、ジャック、クロードである。次男のジャックの息子にはニビュー領主ピエールがおり、その息子がエティエンヌの父ジャックである。ランシー家にはアメリカ・ニューヨークの分家もあったが、 エドアル・フロイド・ド・ランシーが1885年に課長としてその名を冠しただけだった。その他の文家は断刑が絶えた。エティエンヌの孫に始まるバハマの文家もある。バハマの裁判長を務めたスティーブンはデ・ランシーまたはデラニーと称していた。15世紀初頭に遡るとランシー家の当主は代々ラバル子爵ヌビオン子爵ラレー男爵ネリー領主、 ファブロレイ領主、ブリネー領主、リブクール領主、アラモン領主を継いできた。家紋には以下のように記されている。ピカルディ地域圏のラレー城1600年頃、ラレーの土地は王の古問、戦争の聖規水等館、オルレアンコーガストンのカレニコラドランシーに売却された。彼は現在城を建築し、狩猟圏と二つの網掛けを作り、城の評判と名誉となった。 ラレー城は1946年のジャンコ国党監督の映画美女と野獣の撮影場所となった。1686年、ルイ14世によるフォンテーヌブローの直令によって20万のユグノーがカトリック教徒から厳しい迫害を受け、故国を離れることになった。最初に母からもらった家族の宝石の一部を衣服に縫い付け、ロッテルダムに逃亡し、さらにイングランドに 渡航、1686年3月3日に、ジェームズ2世によるアクトオブデニザチオンにより帰化した。その後すぐに、北アメリカのイングランド植民地に、渡航、1686年6月6日に、ニューヨークに上陸した。約1ヶ月後の7月7日、総督鈍岸から国籍を付与する追加書簡を受け取り、1687年9月9日には、 コロニアルアクトーブ1683のもと国王に中世先生をした。この時に名前をスティーブン・デランシーと英語化した。持ち込んだ宝石の一部を300スターリングポンドで売却し商人となった。1700年1月23日アンバンコートランドと結婚した。1700年夏にニューヨーク市の54パールストリートに新宅の建設を開始した。 1762年にこの家は、相続人から競売により、サミュエル・フランシスに渡り、クイーン・シャーロット・タバーニへと変貌を遂げた。デランシー &CO ーーとして知られる有名な国葬、倉庫、小売店など、ニューヨーク植民地の中で最も成功した商人の一人となった。アン・ジョー王戦争中、公海海賊との貿易に従事する彼に対して、 フランス人に対するマルクの文字が表紙を務めた。1730年代までには、ちょうどトリニティ教会より高い大邸宅をブロードウェイに建築するほど豊かな商人になっていた。この邸宅は、最終的に1792年にシティホテルの建築のために取り壊され、その土地は現在ボレルビルディングが建っている。デランシーは、数年間にわたり、 市会議員を務め都市生活の中で積極的な役割を果たし、ニューヨーク州議会と知事会のメンバーも務めた。市で最初の時計台と消防車を送ったと言われている。1741年11月18日に死亡した時点で10万スターリングポンドを超える価値の不動産を残した。1700年1月23日。 ステファヌス・バン・コートランドのサンシアン・バン・コートランドと結婚し、10人の子供がいたが、5人は溶接した。3人の息子、ピーター・デランシー、オリバー・デランシーと2人の娘であった。ジェームズはニューヨーク州副知事などを務めた。ピーターは商人となり、ブロンクス区に大工場を持ち、何年間もニューヨーク州議会に勤めた。オリバーも商人で、 アメリカ合衆国の独立の際には、イギリス陸軍巡将を務めた。スザンナ・デランシーは、ピーター・ウォーレンと、アンデ・デランシーは著名な実業家、ジョン・ワッツと結婚した。ありがとうございます。